クリス・アルド・ワンは、米国ルイジアナ州レイク・チャールズ出身のザディコ、アコーディオン奏者、シンガー。伝統的なザディコのサウンドを、ヒップホップ、レゲエ、R&B といった音楽と融合させたヌーボー、ザディコの形成に貢献した若手の一人である。父親は、ローレンス・アルド・ワン、祖父は、ボアセック・アルド・ワン、と著名なザディコアーティストを要する音楽の家系に、生まれた。 クリスは2歳の頃からアコーディオンを弾き始め、幼少期にはザディコ以外の音楽はほとんど聴かずに育った。10歳の時、父親の助けを得て、兄のクリス・アルド・ワンとバンド、ダブル・クラッチンを結成する。1994年に、バンドは、デビュー作ザッツ・バー・リックをメゾンド・ソウル・レーベルからリリースした。このアルバムは、実際にはショーンが、 全てのボーカルと曲作りを担当したにもかかわらず、クリス名義でリリースされた。これは若きクリスを全面に押し出した方が注目度が上がるとの計算に基づくものであった。翌年リリースされた2作メリック・イット・アップでは、クリスはボーカルも曲作りもショーンと分け合うようになり、より存在感を示している。ショーンは1997年の アルバムターンザページリリース後、ソロ活動に集中するためにバンドを脱退した。2003年7月には、ショーンと共に初来日を果たし、東京の JT アフィニスホールと、新橋小市祭りで公演を行った。2005年には、クリスは、バンド名を、ダブルクラッチンから、ニューステップへと変更し、新名義で、アルバムスウェットをリリースした。2007年には、 それに続くアルバム MVP をリリースしている。ありがとうございます。